M 級軟式飛行船は、オハイオ州アクロンにあるグッドイヤー航空機会社によってアメリカ海軍のために製造された飛行船である。全級の K 級軟式飛行船は、第二次世界大戦中に対戦作戦用の軟式飛行船として使用されており、M 級軟式飛行船はその後継となる機体であった。本級は、K 級よりもかなり大きい飛行船であった。 4隻が建造され、M-1 から M-4 まで通して命名された。これらは1944年初期に配備された。熱帯地における、京急難式飛行船の作戦では、周囲が高温の機体であることから、浮力の損失が生じ、これを操殺するにはより大型の船体が必要である、ことが示された。1943年8月16日、 グッドイヤー航空機会社に対し M q 難式飛行船の試作系を製造する旨の契約が結ばれた。契約後の1943年9月11日には21隻の M q 難式飛行船を建造する内容の契約が結ばれた。これらの飛行船は海軍により ZNPM の故障を与えられた。しかし1943年11月22日、 本級の建造数は4隻と決定された。建造された M 級軟式飛行船は2月、3月及び1944年4月に海軍に引き渡された。M 級軟式飛行船は1956年までに軍務から退役した。M-4 のゴンドラ部分はレイクハーストの保護管理地区で1970年代中期まで保管されていた。 MQ 難式飛行船の全長は94.49メートル、また長さ35.56メートルの制御室を備えた。カテナリーによって適切な重量配分を維持する必要から、制御室は自在継手によってつながれる3つのセクションで作られた。カテナリーとは、制御室が船体の上部から喧嘩されるにあたって、船体の内部に貼られるものである。 カテナリーによる重量配分の制御は外皮にシワが寄るのを抑えるのに必要であった。M-1 の機能容量は17,698立方メートルであり、M-2 から M-4 の容量は18,321立方 M へ増強された。これらの飛行船は2機のプラットホイットニーク冷静型エンジンで航行した。ありがとうございます。